はい、せいちゃんです。今日はですね、読谷のね、金獅子そばっていうところにね、行って、前田岬近くの座根浜にね、行きたいと思うんですけども、まあ、もともと座根浜っていうね、まあ、皆さんちょっとあんまりわからないかなと思うんですけど、穴場のね、すごい綺麗なビーチがあるんですよ。まあ、別名ね、オーシャン51って呼ばれるところなんですけど、まあ、ビーチって言ってもね、管理されてるところじゃなくて、天然のねビーチなんですが、まあ、そこに向かう途中にね、読谷の有名な金獅子そばっていうのがあるんで、そこを食べてからね行きたいと思います。ここ金獅子そばってね、読み方が難しくてね、金に月って書いてね、金獅子って読むんですけれども、まあ、ここで一番有名なのが、まあ、担々そば、あとね軟骨ソーキそば有名なんですけどね、今回はね金獅子そばっていう軟骨ソーキと、あと島豆腐の厚揚げがね乗ってるものを食べたいと思います。でこちらの麦はね、島麦かなさんっていうね、沖縄県産のブランドの小麦とかね、麦ですね、を使ってます。まあ最近でもね、オリオンビールの名護ビールのバイゼンっていうのにね、使用された小麦だそうです。で、ここはね、やっぱ読谷村ということもあって、家賃分のね、食器とかコップとかが非常に多く使われててね、やっぱうちなっぽいなっていうのがね、印象です。好きですね。T シャツにはね、沖縄そば上宮って書かれてます。まあ、この上宮っていうのはね、大好物っていう意味でね、これだと沖縄そば大好物だよっていうことなんですけど、まあお酒好きな人ね、お酒上宮とかってよく言いますね。はい、こちらがね金獅子そばですね。まあ、上に乗ってるのがね島豆腐の厚揚げですね。これが乗ってるのは結構珍しいですよね。あと三枚肉と、あと別皿でね、炙り軟骨ソーキがあります。こちら金獅子そばのね、店主っていうのはね、沖縄そばの可能性広げたいってことでね、お店をオープンさせたみたいで、まあもともとね、つけ麺のね、沖縄そばやったりとか、あと担々そばね、担々麺の沖縄そばやったりとかして、ね、非常にユニークでこだわりの強いお店ですね。まず注目したいのが、この島麦かなさんを使った生麺ですね。生麺ならではのね、もっちりとねした食感と、あとつるっとしたね、喉越しの良さっていうのが特徴です。あんまりね、生麺を使うお店っていうのは少ないんですよね。まあ、なんでかっていうとね、生麺っていうのは普段使うゆで麺と違って手間暇かかるんですよ。でもこの金獅子そばはね、お店では味わえない沖縄そばを提供したいってことでね、生麺にこだわってるんだそうですね。デージ熱い思いがありますよね。こちらのね、炙りソーキはね、見た目からも分かるよ、こってりしてるんでね、あっさりしたスープに合うように別皿にされてるんでしょうね。僕がね、食べた時の一番最初の感想っていうのはね、まさにね、沖縄そばの可能性を広げてるなって思いました。っていうのはね、本当にラーメンのようなね、沖縄そばなんですよ。まあ、スープの味だったり生麺ですしね。で、そしてね、香りもね、そうなんですよ、ラーメンっぽいんですよね。なんですけれども、ラーメンじゃなくて沖縄そばなんですよね。これがデージ不思議でね、なんていうのかな、ラーメンとね、沖縄そばの中間のね、立ち位置にいるのが、まあ、それがね、この金獅子そばかなと思いますね。まあ、そんなね、金獅子そばの他のメニューっていうのもね、かなりね、ラーメンに似たところがあります。例えば担々そばとかね、あとはつけそばとかっていう形で、ユニークなね、そばが多いんですけれども、もともとはね、金獅子そばじゃなくてつけそばでね、オープンしてるんですよ。で、それがね、大繁盛はしていたんですけれども、地元のね、お客さんっていうのは非常に少なかったみたいです。まあなんでかっていうとね、多分ね、まあ、少数だとは思うんですけど、これはね、沖縄そばじゃないよっていう形でね、あんまりね、地元客が少なかったらしいんですよね。ただそこからね、この代表の方がね、やっぱ地元に愛されるそば、沖縄そばでどんどん作っていこうということでね、一旦このつけそばっていうのを封印してね、それで金獅子そばっていうのを作って、そしてそれがどん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 繁盛していってね、今では国際通りにも店舗ありますし、恩納村にもあるんですよね。で、その恩納村店でね、ついにね、このつけ麺の沖縄そばっていうのを、まあ、復活させたっていう形で、そして今ではね、もう、うちなんちの、読谷ちの人たちからはね、まあ、沖縄で一番美味しい沖縄そばってどこですかって言ったらね、金獅子そばが上がるぐらいになってきたっていうようなね、お店なんですね。
なのでね、そんなね熱いストーリーがあるね、あのユニークな沖縄そば食べたい人はぜひね金乳そば一度行ってみてほしいなと思います。はい、それではねここからはね噂のねベージュ綺麗なビーチの座根浜にね向かいたいと思います。まあ、今の金乳そばからはね大体車で15分ぐらいのところにあるんですけど、前田岬ですね、あのダイビングスポットで有名なあの青の洞窟のところですね、あそこの近くにあるビーチなんですけれども、ここね全然知られてないです。まあ一覧中に聞いてね座根浜ってわかるねって聞いてもね多分ねほとんどの人知らないんじゃないかなと思います。ただ今ね僕が50個以上ねあのビーチを回っている中でも今回行った座根浜はね本当トップ3に入るぐらい綺麗なビーチ海ですのでね、ぜひ期待してほしいなと思います。この道ね沖縄旅行に来て北部に泊まったことある方ならね一度は通ったことあると思うんですけれども、この日はね晴れてたんでねすごい景色が良かったんですが、このね左側にね見えてくるね一番最初に見えてくる海ですよね、国道58号線通ってたら、これデイジー印象的ですよね。この景色がねたまらなくいいということで、カメラなんでねちょっと見にくいですけど普通にね運転席助手席、まあ、車乗ってたらね綺麗に見えますからね、ぜひここは見逃さないでね見てほしいなと思います。そしてねこの左手にあるルネッサンスリゾートホテル、ここのところにもね左折していくんですが、ここは女荘なんですよ。なんですけどまたここから読谷の方に一旦戻るんですよね、海沿い通って、でここからはもうずっとまっすぐです。前田岬っていうねこの標識が出るまでずっとまっすぐ行ってくださいね。そしてねこの標識を過ぎてからね車だと3分ぐらいですからね走らすと、ここもね右に曲がる道があります。海沿いにね出てくる手前のすぐ右のところに入る道があるんですね。標識とかね特に立ってないんでちょっと難しいんですけど、 Google マップでもねちゃんと高校から入るようになってますんで、まずねここ見つけて入ってほしいなと思うんですが、ここをまっすぐ行ったら座根浜です。まあ左手にあるんですけどね、でここも座根浜ですよとかねそういう標識一切書かれてないんですよ。なので目印はねこの右側のこの一番最初に見えてくる建物です。ここの左側今見えてる車がいっぱいね止まってるところですよ、この墓もありますねのところからここから入っていきますからね。はい、ただね今回はここ路中したらねいけないのでね、先にある駐車場に停めてから歩いてから行きましょうね。今からね座根浜っていうところに行くんですけど、駐車場がねないんで、路駐したらね、まあ、もちろん怒られますから、あっちのねパーキングで100円ですね、1時間100円で止めれるので、そこから歩いていくっていう感じですね。はい、でこうなってね、まあ、宇治がある道をね歩いていくんですけど、結構ね中に入ってって看板とかそんなないんでね、ちょっと迷うと思うんでちょっと映しながらね行きましょうね。はい、ずっとねまっすぐ歩いてくるとね左側にこの琉球石灰岩がね敷き詰められた壁がある建物ですね、これが見えてきますんで、これが目印ですね。はい、でここをまっすぐ行ってちょっとね幹の脇道から入っていくんですけれども、もしねまあこれがなくなってたとしたらね、まあないと思うんですけどね、まあ、この墓ですね、墓があるところから入っていきましょうね。はい、ここから入っていきます。
そうするとね、奥の方にねこんな看板が出てくるんですよ。ここにも一応座念浜とは書いてないんですけどね、あの標識が出てきて、でここが二手に分かれてるんですけど、特徴があるのは下がビーチです。で左側っていうのはそのビーチを上から見下ろすことができるんです。崖になってるんですよ、うん、だから下で遊ぶ人で上から眺めを見る人っていう形でね分かれてますんで、まあ、左のね奥の方はまた後から行きます、まあ、まずはね最初ビーチから行きましょうね。でこのねチャンネルでもねいろいろビーチの紹介しているので聞いてる人は分かると思うんですけども、沖縄にはね2つの種類のビーチがあります。まず1つ目が人工のビーチと、あともう1つが天然ビーチっていう風に分かれていて、まあ、人工のビーチっていうのはね、まあ、そこが作られてるところなんですけれども、そこっていうのは大体ね分かりやすく言うと、ちゃんとね防波堤があって、クラゲの防護ネットがあって、監視員がついててっていう形でね、どっちかっていうとバーベキューしたりとかして遊びながらね過ごすビーチなんですけど、この天然のビーチっていうのはねもう手つかずの自然のまま、誰も監視してないよっていうようなビーチなんですよ。でここ座念浜のこのビーチもその天然のビーチになります。なので誰も監視もいないですし、クラゲとかが入ってこないようにするね、浮き輪が浮いてますよね、防護ネット、こういうのも全く置かれてないので、本当にね、まあ、あの楽しめる反面ね危険もありますので、ぜひねそこは注意してくださいね、はい、今見えてるところっていうのがねこの二手に分かれる左側のところの通路ですね。この上から見れるんですよ、ね、これがデージ絶景です。いろんなところでね写真とか撮られている座念浜の写真っていうのはこの上の方から撮られてるものですね。本当ね誰もいなくてねすごい景色ですね。本当にもうここだったらもうずっとねぼーっとしてられるぐらいで、しかもね結構岩場がねこうやって多いんですよ。だから、まあ、そのままね座ることもできます。人とかにもねそうですけど、座ってからね過ごすこともできるんで、まあ、ぜひねここ穴場なんでね来てほしいなと思いますね。ちょっとゆっくり座っていきましょうか。こことかにはね、本当座れますね、普通。で、そこからね、見る景色はこれです。いや、最高ですね、本当に。ずっと見てられるなっていう感じだよね。こう何が最高かってね、綺麗とか、まあ、もちろん人もいないとか穴場であるとかいろいろあるんですけれども、それ全部すごいんですけどね、一番はねこの日陰なんですよね。このくぼみになってて崖が上にあるんでね、これ今日撮ってるのはこの正午なんですけども、そこでねこれだけね影があってねゆっくり休める涼しめるんですよね。だから天然のビーチってのはあんまりこんなところはないですよ。だからね家族で来たりとか小さいお子さんがいてもね日陰、まあ、デージ暑いじゃないですか夏とかね、なんですけどちゃんと日陰があるんでねゆっくり過ごせますよ。ここはたまたまねここずっと一人だったんでね、ぼーっとね20分から30分ぐらいですかねいたんですけれども、でね砂がねすごい綺麗だったんでね、そのサンゴをねちょっと手に取ってみました。
誰が吊るしたんだろうな。すごいな。上高いっすからね。登ったんかな、こっちか。CS さん。まあ、ここはね、とにかくね、海の色もそうですし、砂も、まあ、サラサラでね、今見てもらってもわかると思うんですけどね、砂のサラサラ度はわかりますよね、これね。まあ、ここを本当ね、知られてなくて穴場なのでね、ぜひね、皆さん来てみてください。日陰もあるんでね、すごく過ごしやすいですし、ただちょっとね、広さはないんでね、もしいっぱいいたりとかしたら、ちょっと、十分楽しめるかっていうとね、ちょっとまたそこはね、いるんですけれども、まあ、ぜひ、今回紹介したので行ってみてください。でここからね、今度上からの景色、そこもすごいですからね、見に行きましょうね。はい、さっきはね右の方に下に降りてったんですけど、左の方にね行くとね、崖の上からねこの景色を見ることができるんですけど、ここがねマジで絶景です。このね中をかき分けていくと、崖からねの上から見れるようになってます。いや、ここがね絶景なんでね、ぜひまあビーチでね泳いだりとかしないっていう人はね、ここだけでもね絶対来た方がいいと思いますよ。デジ綺麗なんでね、マジで。ちょっとねこの草むらなんでね、ちょっと怖いところもあるんですけど、ぜひね気をつけながら行ってほしいなと思います。実はね僕ね前来た時っていうのはね曇りの日だったんでね、晴れた日っていうのは初めてなんですよね。だからデジ楽しみですね。やばーな、しかもすごい。わー、
ぎし透明度が高いな。うわーすごいな。ここマジ危ないですね。もう崖だからねマジで。ここは本当危ないな。いやーすごい絶景だなマジで。イメージ綺麗ですよ。今回ね行った時っていうのが冬っていうこともあってすごい透明度だったんですよね。まあ、冬はね海水温が下がるんでプランクトンとかねそういった微生物とかそういったものがいなくなるんでねすごい透明度が高くなるって言われてるんですよ。だからね今回はねすごい透明度高いんかなと思いました。なのでまあもし、まあ、夏ね絶対行った方がいいっていうのは間違いないんですけれどもね、もしかしたら春でもね冬とかでもいいと思いますね。沖縄本島でもねデージ綺麗って呼ばれる海いっぱい回ってきましたけどもね、その中でももう絶対に自信を持っておすすめできるビーチザネー浜ね紹介したんですけども、いかがだったですかね。まあ今回のね金乳そばからのザネー浜、まあオーシャン51度も呼ばれてるんですけど、このモデルコースねぜひね参考にして沖縄旅行来た時にはね見に行ってほしいなと思います。あとうちなんちもねぜひ行ったことない人行ってみてください。まあ、ここはねマジ人生に一回見た方がいいですよ。いやーほんとすごいっすねここはマジで絶景ですね絶景、うん、ちょっと待って道がねマジでねちょっとねデージ細いんでね、デージ道が細いからほんとにここはマジで気をつけた方がいい。ここもすぐ崖ですからね、うん、すぐ崖になってる、それだけ気をつけてくださいね。いやーすごかった。